おはようございます。速稼塾の久保です。今日の陰キャ飯なんですけども、これ見てください。もう開けちゃったんですけども、冷めて美味しい羽根付きカレー餃子。なんかね、餃子にねカレー味があるんですよね。実はチーズ味っていうのもあって、先日食べたんですけども、なかなか美味しかったんでカレー味も買ってみました。こんな感じで調理していますね。このね、蓋ができるフライパンで、これからねこれを閉じていきます。よし、こうね。で、弱火でしばらく時間を置くと。楽しみですね。はい、こんな感じでね、7、8分焼いておけばできると思いますので、そしたらね蓋を開けて強火で、羽根をつけるという作業になってきます。まあお楽しみでございますね。まあ早朝からこんなご飯やってます。今日は朝7時15分ぐらいですか。焼けました。どうですか、黄色いねこの餃子になりましたね。羽もしっかりついてますね。美味しそうじゃないですか。いやー、いい香りですね。それではですね、2019年10月11日私のね誕生日の一番最初の食事はこのカレーの餃子ですね。じゃあいただきます。うん、まあ当たり前ですけど、うん、カレーですよこれ。あのカレーパンをね食べてる感覚ですね。うん、非常にその食欲をそそるというんですか。まあ普通の餃子に飽きた方はおすすめですね。まあこればっかりを20個30個食べる気にはならないですけど、ただやっぱりね1人前2人前10個前後でしたらすごく美味しく召し上がれるんではないかなと思います。餃子王将のカレー羽根付き餃子、おすすめです。